川野田チャンネル。頭あったかたばたたばじゃあきょらピーってことでね、ほらもうこれね、あの髪の毛染めたらこんななっちゃいました。触っちゃいました。触らないように気をつけよう。みんな、あの、薄々の手袋、ビニール手袋みたいのつけようということで、飲んじゃる雑貨箱いっぱいセットでございます。2000円でございます。ね、はい。開けてみます。あ、2011円ね。はい。ちょっと細かいの忘れちゃうんですけど。はい。行きましょうか。ね。こちらが、6箱目でございますね。ただこれやばいっすよ。超軽い。すごい軽いんですよ。前回ほらなんか、もう開けた時カタカタ言ったじゃないですか。全然言わない。あ、またこれは、はい、ということで行きましょう。どう？あー。あー。もう出てきた。なんか覗かれてる。あー。お！これは、これはひょっとして、お友達来たんじゃない？お友達、メンバー？同じメンバー来たんじゃない？ということで、行きましょうか。開けていきます。はい、発表です。まずね、これね、リラックマちゃん、コリラックマですね。はい。ね、はい。うわー、でかいなー。いきなりでかいなー。そしてこれ、こちら、ラブライブ、でかー！でけーよ、もう。ああ、いた、しかも、はい、横に、横飛びだーっていうね。さあ、こちら、三つ。ちょっと顔がでかすぎて顔映ってないっていうね。はい。もう、ぬいぐるみ、あ、ね、三つだよ、もう、出ちゃったよ、もう、こう、もう、もうスカスカだよ、もう。はい、行きましょう、こうやって、ツイステね、お人形。ね。はい、そしてですね、出ました、やっぱりこちら、ドーン！ダイナマイト BTS！ これは開いてる？あ、でもこれね、最初に貼ってあるテープですよね、これね。うん、防犯のやつも貼ってあるし、これも未使用ですね、キューポスケット、来た！もうこれを2000円だと思うしかないね。という感じです。もうこれでだから、何？ 5 品。5品出ましたよ。もう5品で終わりですよ、ほぼ。ということで。あとですか？あとちょっとチラ見せしましょうか。これしかないですよ。もう、うわー。もう終わりですよ。俺、開封動画って30分、2、30分あるかなと思ったんですけど、そうでもないですね。はい。おー、これ、セクシーですね。これ、何ですかこれは。おーと、お着替え中みたいな。これ誰ですかこれ。ねえ。はい、バッチ1個。これなんですか？あ、時任一郎さん。これ、鬼滅の刃、アクリルキーホルダー。はい、こちら、ね。はい。そして、こちらですね。このアイドリッシュセブンかな？バッチ。ね、200円ついてますね。はい、バッチ。そしてこれ、あ、これも一緒かな？ね、アイドリッシュセブン。同じ人かな、これ。ね。はい、バッチ。さあ、来ました。これなんだろう。こう女の子のキャラクター多くってね、わかんねえんですけど、まあ、とりあえずバッチですね。はい。未開封かな、これ。はい。バッチ。はい。そしてこれ。あ、これもアイドリッシュセブンかな？ね。バッチコード200円。ね。さあ、あ、落っこちた。はい。そしてですね。あ、お、これなんか珍しい。ね、もう最後なんですよ。多分これ珍しいですね。はい、来ました、ドン。これ集めてる人、多分、あれだ。なんか、ほら、80周年記念のやつですよ、名古屋の。オリジナルチョロ Q ですから、高速バス。やべえ。これは価値があるかもしれない。うわ、シール貼られてる。わからん。非売品かな、これ。ねえ。非売、あー、でも書いてないな。剥がしてみますか。綺麗に剥がれっかな。こうのがいいですか。うん。そうですね。これは、まあ、多分そうでしょう。こうなってますから。非売品です。多分。ねえ。これ、なんか、記念にプレゼントとかしたのだろうなっていうね。2002年ですから。ねいいですね。悪くないですね。中開けてみますか、これ。あ、袋に入ってない。あー、これはちょっと、あー、わからん。こうなってくるとわかんないですね。ちょっと飾ってたりしたのかな。でも、うん、すごい綺麗。うん。
ミッキーって書いてますね。なんだろうこれ。うん。あ、でもこれはコレクターの人は嬉しいかもしれない。80周年ね。2008、ほんと、多分これ記念のチョロ Q ですね、これね。うん、路線バス。うん。素晴らしい。これは、コレクターの人が集めるチョロ Q です。これは遊んじゃいけないやつだ。まあまあ遊んでもいいですけど、これはコレクターの方が持つようなチョロ Q です。非売品です。200円で売っちゃった、しかも。ね。ただ多分これね、チョロ Q って大体袋に入ってんですよ。で、袋に入ってないから。そこかな、なんか出しちゃったのかな、とりあえずね。お、かっこいいじゃん。飾ったりしたのかな。内袋がないんですね。でもまあ、こういうのってね、ちょっとわかんないんですけど、これであげたかな。でもこんなカタカタするのおかしいですよね。袋に入ってたんじゃないかなと思います。はい。ということで、価値が下がってんのかもしれないですけれども、これもうね、本当に好きな人がいたらもうショーケースに入れるパターンですね。というわけで、また品数激少なですね、激少っていうんですか、なんつうんでしょうね、こんなに数の少ない福袋初めてじゃないかなっていう感じでございますね。ただまあこれこの辺はやっぱりね、素晴らしいですね。はい、ということで、次が最後になります。とりあえず今回は6箱目でした。ありゃしたということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。うまくない、俺は100円ライター、あいつじゃないと。ライターライター、オーマイライター、ライターライター、100円ライター。